美味しい。まあ子供はいないですけど、こうなんか嫁に送り出すみたいな。もう赤ちゃんの時からリンゴジュースで育ってます。半分以上かリンゴでできてます。なのでその受精機の勢いですね、受精をうまくコントロールしてあげることが一番おいしいリンゴにつながるのかなと思います。どうしようかな。木 の、 あの形だったりとか、その受精を左右する本当に大事な部分なので、本当にこう適当じゃ絶対できない。あ、お、はあ、よく頑張りました。剪定するときも木一本一本も違いますし、本当に一本一本こう命があると思って、もう対話するような思いやってます。例えば部員周りさせていただいた時とかも、一人一人と会って話をして、一人一人をこう理解していくことが一番大事かなというふうに思ってるんで、学会活動本当に通じるものがあるなというふうに感じて、皮ごと食べていただきたいんですけど、まあいちょう切りにしてもらって、でそれで耐熱皿とか並べて蜂蜜かけて500ワットのレンジで1分間とかチンしてもらえば、こう簡単にコンポートみたいな。お客さんが見る姿っていうのはもう本当に収穫されて、もう店頭に並んでる姿なんですよね。でこういう人が作ってるんだとか、だからそういうのをやっぱ知っていただきたくて SNS は始めました、ね、はい、どうもポンスケです。さあやってきましたよ、この季節。いやいい時期になりましたね。本当に曽祖父がすごくお題目を上げながらずっとやってきたって、それも全部浸透してるかなって。だからそれを崩さずにもっと盛り上げてほしいって私は思ってます。リンゴっていうものがちょっとカッコつけて言うと、こう幸せを届けるみたいな、人に美味しいリンゴを食べて幸せな気持ちになってもらうっていう、そういう仕事に携われるようになったっていうのはすごい自分の人生でいい決断だったなっていう。